ゲーマーブレイブズ。今回に関しては、アラバスタ編から始まります。まずそこまでしたいと思います。で、理由としては、今回4になるまで、いろんなストーリーを扱ってきたんですけども、その全てをやるよりも、より1個のエピソードを深掘りして、深く体験できるような遊びっていうのを今回、試行している、追求しているので、ストーリーに関しては少し減ってるんですけど、その分人気エピソード1個1個が、非常に、作り込まれているようなゲームの作りになります。キャラクター数が増えればそれだけ再現できるシーンっていうのが増えるので、その分1個1個のエピソードは本当に、濃くなってるかなと思います。もちろん前作のサンジみたいなものがあって、例えば、キャロットは、スーロンになった時に夜って、月が出てる状態に、そもそもよ、マップがなるっていうのとかは、かなりこだわって、表現をこだわって作った。より長く遊べるような工夫っていうこと、はいはい、であれば、もちろん3よりも、よりこのゲームを長く楽しんでほしいんで、そういう要素は考えていて、ちょっとまだ情報は出せないんですけども、近々、この要素が入ったんだっていう、よりユーザーに長く遊んでもらえるような要素っていうのは、入ってます。今はまだ考えていなくて、というのもさっき説明したようにホールケーキアイランドだったりとか、ワンの国だったりとかっていう、原作アニメで描かれている部分っていうのが多分一番ユーザーが望んでいるところだと思うので、まずはそこから、キャラクター追加を、このゲームではしていっている。ただ、今回の映画もすごく魅力的でしたし、今後ユーザーの方々からこのキャラクター欲しいっていう声がすごく強くなるようであれば、それはもちろん検討する。そこに関しては今後、情報を出していきますが、ただやっぱり発売した後、もちろん、ユーザーの方々からこういうのが欲しいなとかも含めて、DLC っていうのはやっていくものだなというふうに個人的には思っているので、いろんな声はいただけるとありがたいかなと。ただ今回のゲームどんな DLC だったりとか DLC がどうなってるのっていうのは今後ちょっとお伝えします。新情報として、ボスという意味では、例えばさっき出てきたような、ドレーク、デスドレークだったりとか、あとは、例えばジャックだったりとかっていう、すごいやっぱりワンピースの最近出てきている強力な、巨大キャラクターとかっていうのは、遊べるように敵として出てくるので、ゲームで体験できるようになっている。理由としてはワンピース一人一人のキャラクター非常に個性的なので、一キャラ一キャラをちゃんと作り込む方を今回は優先させていただいているので、ただそういう要素が欲しいよって、これもさっきと同じなんですけど、欲しいよって声が強ければ当然そこは検討はしていきたいなというふうに思います。さっき言ったみたいに、ワノ国編に関してはオリジナルストーリー、まだお伝えできないんですけど、ただそんなに遠くない、タイミングでお伝え、皆様にお伝えできるかなとは思ってます。今回海賊無双4の担当している、プロデューサーの鈴木です。皆様に楽しんでいただけるようなゲームになるようにもすごく頑張って、ゲーム作っておりますので、ぜひぜひ期待していてください。 Hey guys, if you like our content, do like and follow our page. Also, select See First to get the latest game news and updates. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and select on the notify button to get notified to our latest gameplay trailers. Don't miss out!